进入三月就会想起三一一，今年已经是第十一年，经过十一年的时间，台湾政府终于在2022年今年的2月宣布开放福岛等五县的食品输入，而香港亦都一度曾经停止输入包括蔬菜、牛奶、水果等等的福岛县的食品，但是自去年的一月起，香港已经陆续缓和入口了。不过今时今日，福岛县的食品到底安不安全呢？上个月我就去了上了一堂，听了很多福岛县的县民、农民的心声，所以今天我想跟大家分享从这对话当中得出的答案。当初2011年については500ベクレルの暫定規制値というもので安全性の確認を取っておりました。当時も国際基準の1000ベクレルの2分の1というような暫定規制値を設けて確認をしておりまして、500を超えるような品目につきましては出荷制限をかけるというようなことで対応しております。出荷できなかったものについては当然廃棄するような措置を実際現場では講じていただくほかありませんでしたので。咁多年嚟咧，其實福島縣真係付出咗12分嘅努力去復興啦，包括由2011年嘅3月19日開始，係一直到而家都有進行食物嘅安全檢測機制啦。而且日本係設定咗全世界最高嘅水準嘅嚴格機制去進行呢啲檢測嘅。除此之外，當然有好多工作啦，佢哋嘅努力真係值得被人看見噶。食物安全检测机制当中担当重要角色的就是福岛县农业综合中心，由2011年起一直运作到今日。中心入面采取放射性物质检测，对福岛县出产将会流通市面销售的农产、水产品进行检测，当中包括蔬菜、水果、蜂蜜、谷物、原奶、肉类、鸡蛋、饲料作物等等。半導体検出機が配置されている実際の検査する部屋になっております。検体を確認した上でゲルマニウム半導体検出機の中に入れることになります。大きい容器の方は10分で測定できます。小さい容器については2000秒で33分ほどかかってしまいますので、容量の大きい方が短時間で測定できると。中心入面设有11台的这半导体检测仪，在不同日子会针对不同食品去进行检测。由2011年3月19日开始到去年的3月31日为止，检测件数多达245767件。香港については、例えばその米ですとか牛肉とかですねは輸出、することができます。そこのその産地で生産したものだっていう証明書、あと合わせて放射性物質も検査をして、で基準値を、下回っているというような証明書と合わせて、日本の輸出者から、香港でいう輸入者、あとはその香港の国内でその流通するというような流れになっています。はい、では今実際に輸出している食品は何でしょうか？お米とかと加工品ですね。果実とかの加工品、ジュースですとかジャムとか、あとはお酒ですねっていうのは、輸出をされています。我觉得作为消费者，我们绝对是有权去选择放入口的食物的，也都应该要考虑清楚每一个消费选择的背后的原因。所以我相信无论是福岛县都好，正我都好，都会尊重每个人有自己决定的。而我自己去过福岛很多次，也都吃过福岛很多的食品，当中我觉得最好吃的就是米和水果了。就在上年，福岛县推出了一款经过14年时间研发，希望成为日本最最最好吃的米品牌福少。饭味极香，有点甜味。虽然大部分人很少会只是吃白饭，但这种米煮完之后，就算没有餸，只是吃白饭都挺好吃的。どうして日本一のお米作りたいんですか？結構すごい目標ですよね。私は会津にいるので、
特にそういう気持ちが強いのかもしれないですけど、会津ってやっぱり米どころなんですね。お米が美味しい、そして水がきれい、だからお酒も美味しいみたいな、まあ会津だけを言ってるわけじゃないんですけど、やっぱり福島県のお米って美味しいんだなっていうのを、まあ、県内の人を含めてですね、もう一度再確認してもらえたらなという部分も含めて日本一を目指していくというふうに考えています。放射能についてはやはり心配が存在しています。そういう方々にはもし一言がございましたらぜひ伝えたいと思いますので。ですね、その震災があった年ですね、本当に私もですね、本当に作っていいのかどうかっていうところも悩むぐらいですね、みんな心配でした。ただいろんな50年間ですね、調査であったりとか検査であったりとかっていうのを重ねてきまして、そういった放射線の含まれるようなお米っていうのはほとんど出てきていません。で、作ってる中で今まで検査、全袋検査ということで袋に詰めて販売するもの全てに関して今まで調査してきましたけど、もうほぼゼロに近いくらい出てこないですね。こういった地域で作ってるお米、私でも食べる上でですね、やっぱその辺は心配な部分もありましたけども、まあ、そういった10年間検査を重ねてきて確認できたかなというふうには生産者側としても思っています。私たちも安心して子どもたちも食べさせてますので大丈夫だと思います。仲有嚟自二本松市嘅玛丽娜咖啡所种植嘅士多啤梨都好好食噶。出荷前に必ずいちごの放射能検査やっておりますので安心安全のいちごになっております。ぜひ皆さんも安心してお食べください。仲有嚟自伊达地方嘅紫江特产安坡吉杰，但原来当时农夫花咗好多功夫先至能够重新回复生产啊。ではその時の、農園の方はどんな気持ちでしたかな。ものすごく過酷な条件下でその除染活動をしたって聞いてるんですね。まさに本当に今ぐらいの時期で本当に寒くて、柿を一本一本洗うっていう、もう世界でも前例がない作業をもう地域の人たちみんなで協力してやるっていう、そういう作業を我々行ったんですけど、その農家の方々とすると原発事故があって、地域が汚されてしまったと。でもこのままじゃいけない。で、どうにか自分たちの地域を元に戻したいっていう、そういう一心だったのではないかなと思います。同好多朋友一樣，我過去從來都冇去過福島旅行嘅，直至2020年嘅時候咧，我終於第一次入咗福島縣啦。亦都從此之後咧，我去過福島縣大概六七次啦。當地人民真係好友善，每一次旅程都好開心，亦都令我中意咗呢個地方。有時我都會專登去買福島縣嘅食品去支持佢哋噶。我想食面啊！姜母，呢个白兔出名。Juice。OK。どんぐらい買った？見せて。啤酒、水果啊、豆啊、納豆嘅 juice 啊，同埋啲果醬啊、拉麵啊、果汁啊、白兔，呢啲比較出名啲嘅產品。我哋而家台面準備咗非常之多嘅食物，想同大家分享啦。どうぞ。はい。普通にもう気兼ねなく食べるよね、福島のものとか関係なく。気兼ねなく？うん。美味しいよ。日本人的にももうだいぶね、気にしなくなってきてると思うよ。まああれじゃない、気にしてるのは子育て世代じゃない？外国人としてどう思う？やはりね、わからない部分が多くて、さすがに海外にいるから皆さんは。何も検査についても知らないし、皆さん頑張ってる様子も見えないし、だからちょっと食べなくてもいいじゃん。いろんなものがあるからどうしてわざわざ食べるって最初はそう思います、でも私ちょっとずつ分かってて、全日本排第三大嘅縣入邊，你諗下佢咁大喎，其實佢係真係好遠噶，咁所以我自己又唔係太擔心嘅。で今はもう見えないところで努力してるからさ。而呢一個產品咧係嚟自福島縣嘅馬魯那卡花木嘅士多啤梨產品，咁又包括呢個咁大粒六粒嘅士多啤梨啦，叫做若之博士，又有一支嘅士多啤梨酒，同埋有啲士多啤梨乾嘅。睇下個 size 差幾遠。啊，跟住係 balance 啦。
啊，佢唔会好甜，又唔会好酸。甘すぎなくてちょうどいいぐらいね。呢个咧就系白桃嘅汁，呢度有个白桃汁。哇，呢个系果汁，喂，呢个咧系果汁 100%， 呢个都系啊。哦，我哋咩？嗯嗯嗯，很多呢啲是同妈妈。佢完全係咧切完個白桃之後咧，成隻手都係嗰啲汁噶嘛，你舐嗰啲汁就係呢種嘅味道咯。阿志，阿志，一樣味嘅。我哋言わなかった。俺言わなかった。ごめん、我慢できなかった。本当に同じ。だってどっちも 100% じゃん。缶で飲みたいか瓶で飲みたいかみたいな。変わなくない？いや違うんじゃない。呢個就係咧嚟自福島縣嘅蘋果，咁佢500円就有四個嘅。あ、うまいね。うま。好甜も。なんで？それ以上甘いと多分ちょっと甘すぎる。めっちゃ果汁が出てきて。難しいな。刺しちゃう。だからフォーク使えば。日本人は箸でしょ。呢個咧就係魚糕。我見到佢咧咁大個，好厚身咧，好似好好食，就買咗啦。いただきます。好好食啊！嗯。うん、因为自家喺边小食嗰啲好食啊。嗯，甘いね、これも。因为我喺度 lunch， 日本の赤身が美味しい。日本は魚の国だから。うん。ジャムを食べます。お、ジャム。ここ？呢个就买翻嚟嘅白桃 jam 啦，试下先。好多果肉啊，佢有。大きくね。入るよ。ちょうど。Because you love パン。パン。Because you love パン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 。我成日都攞埋咗广东话、英文同埋日文。とかね、こっちのヨーグルトと混ぜてもいいね、これとこれ。呢个味道系喺超市买唔到嘅味道。食埋呢个啦，我哋呢个都系土嘅产品，致福之土 Gumi 同埋致福之土嘅一个啫喱啊。佢呢種產品咧係嚟自桑捷丁出產嘅土嘅，係進貢咗俾皇室成員嘅，咁所以係一種叫做獻上土，係好高級嘅土嚟嘅。好，好啊，嗯。哦，いい香り。啊，桃の味すごい。甘くてジューシー。佢呢個土嘅名叫做阿卡茨基，呢個啫喱都幾好飲。唔該。佢呢個係生麵嚟噶，所以見到係好粗身嗰啲麵，我係好中意食起多方拉麵噶。生麵みたいな感じだよ。生麵ですよ。みたいな。美味しい。美味しい。嗯嗯嗯。今次影片希望可以俾大家知道福島縣嘅最新實況，作為參考。但每個人都有權選擇自己放口嘅食物，所以我哋更加需要認清楚食物生產嘅背後，再考慮我哋嘅消費模式。多謝各位，拜拜。